ご家族、会社の方、学校のお友達、石川大河の名前、広めてください。ずっと、そういう大学時代から、方々、まあ、お友達にいたりとかしているので、あんまり結婚もなく、もちろんやっぱり、あの、そういう実現していきたいなっていう感じでいます。はい。そうですね、そういった、あの、自治体議員の方増えてきていまして、まあ、LGBT の自治体議員連盟というのができましてね、この LGBT の自治体議員とそれを応援しよう、 LGBT のイシュー一生懸命自治体でやっていこうという、そういうところに賛同してくれる自治体議員さんの集まりで大野智さん入っていただきまして、今もう300人近くこういった議員さんが全国で集まっているわけですけれども、まあ、パートナーシップ制度はね、比較的今もう2015年に始まって全国の自治体に広がってるんですけれども、やっぱこの同性婚というこの結婚じゃないんですよね、条例